セントマリーザ・クラウンズ教会は、ジブラルタルにあるカトリック教会の司教座制度であり、ジブラルタル教区におけるカトリック礼拝の中心地となっている。この教会は、大元は、スペイン統治時代に建てられた。ムーア人から町を奪い取った後、メインのモスクは、イスラムという過去を拭い去るよう宣告され、教区の教会、サンタ、マリアラ・コーノダ、ワイサン・ベルナルドとして性別された。 しかし、カトリック両王の統治下で、それまでの建物は取り壊され、ゴシック様式の新しい教会が建てられた。教会の中庭は、ムーア人のモスクにあった、より広い中庭の名残である。その中庭には、カトリック両王の紋章が置かれ、それは今も目にすることができる。教会の敷地は、現在のメインストリートの対面まで広がっていた。セントマリーザ・クラウンズ教会は、 1704年のジブラルタル占領で略奪を受けなかった唯一のカトリック施設である。敬験な司祭ジュアンドメロでフィゲロアと彼の補助司祭と彼の名将人は守備奥湖の教会を守った。かくしてここはキリスト教徒による町の再占領後も妨げられることなくカトリックの礼拝が行われてきた唯一の場所となった。この建物は 1779年から1783年のジブラルタル包囲戦で深刻な被害を受けたため、1790年に当時のジブラルタル総督、ロバート・ボイドは、教会を建て直す見返りに、メインストリートの経路を変更するべく、教会が元立っていた土地を提供させる提案をした。教会は1810年に建て直され、その機会にメインストリートの道幅も広げられた。 1820年には時計台が付け加えられた。1931年には修復工事が行われ、西面のファサードは1810年に建てられた貧相なものから現在のものに建て替えられた。19世紀まではジブラルタルで死んだ者は誰でもこの教会の床下に埋葬される資格があった。司教たちは聖母マリア像の下の地下聖堂に葬られている。 1943年、ジブラルタル沖で航空機事故死したブワーディズワフ、シコルスキの棺が埋葬前に、ここでアンチ、公開された。ありがとうございます。